メグロレンサノユートが、サツタバブロ、に浸かる、ロストレートなポスタービジュアルも解禁。画像、不敵な笑みを浮かべる黒竜陶器、黒竜キリカ、ンイ今田美オメグロレン、スノーマン、主演の TBS 金曜ドラマ、トリリオンゲーム、に、新キャストとして今田美オが出演することが発表。さらに、インパクト大のポスタービジュアルが公開された。7月14日22時からスタートする。 トリリオンゲームは世界一のわがまま男野春・目黒蓮と清わなパソコンオタクのガクサ佐野雄斗という正反対の2人がゼロから起業しはったりと予測不能な作戦で1兆ドルトリリオンダラーを稼いでこの世の全てを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント今田美桜が春メグロレン・目黒蓮サ佐野雄斗のライバルに 今田美代が、春と学にとっての宿命のライバルである黒竜陶器、黒竜霧科役で出演することが決定。6月25日に最終回を迎えた、日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官、では、主人公らを支える技術支援捜査官役を講演した今田だが、金曜ドラマへの出演は今作が初となる。今田が今作で演じる通称、霧木、霧姫、は、 日本最大の IT 企業、ドラゴンバンクの取締役で多言語を操るクールで豪欲な彩色権利の女性。創業者である父、黒竜一心、国村淳の DNA を色濃く受け継ぎ、どんな取引相手にもクレバーな交渉術を駆使して欲しいものは全て手に入れてきた。また利益を生まないものは容赦なく切り捨てる、敵に回すと怖いタイプだ。ドラゴンバンク。 の採用面接で出会ったハルト学の才能にいち早く気づき、予想外の行動で突き進む二人に執着心にも似た強烈な興味を抱き、自分の支配下に置こうとする。未だミオコメント初めて原作を読ませていただいたとき、予想外の展開にワクワクが止まりませんでしたし、ハルト学の成長していく姿にパワーをもらいました。ヒメは彩色顕微でビジネスライク、クールだけど無邪気といろんな顔を持っていて、 とても楽しく撮影しています。そんな霧姫がハルト学とどう関わって、どう対峙していくのか、ぜひ注目していただきたいです。個性あふれるキャラクターを演じられるキャストの皆様と、スタッフの皆様と一緒に霧姫として頑張りたいと思います。前代未聞のポスタービジュアル解禁、トリリオンドル札でいっぱいの札束風呂に浸かる。 春と学をメインとした前代未聞のポスタービジュアルが解禁。キャッチコピーは、すべてを手に入れろ。何者でもない若者たちが、野心むき出しでビジネスの駆け引きを展開する物語の世界観を、富の象徴として書かれる、札束風呂を使ってストレートに表現したビジュアルだ。大量のトリリオンドル札。 に囲まれながら類を見ない撮影が行われたポスター撮影のメイキングは TBS 公式 YouTube チャンネルにて6月27日に公開される予定だ。トリリオンゲーム第1話あらすじ就活中の大学生春メグロハスは日本最大の IT 企業ドラゴンバンクの採用面接で中学の同級生だった学佐野優斗と再会する。 天生のコミュニケーション能力とハッタりで内定を獲得した春は、ドラゴンバンクの内定式当日、学が不採用だったことを知る。学の豊富な知識とプログラミングスキルを見抜けなかった同社に見切りをつけて、春はあっさり内定を辞退。最終面接で面接官を務めた社長令嬢キリキ、イマダミヨ、モロドラゴンバンク、お手に入れると言い放つ。春は、 学と組んで1兆ドルを稼ぐロードマップを書き、その無茶苦茶な夢に乗る学。二人は事業計画も企業資金もゼロからトリリオンゲーム、社を起業し、型破りな方法で資金集めに乗り出す。まずは、世界トップレベルのハッカーが集まる大会。